ハンボルト軍はアメリカ合衆国ネバダ州の軍である。2010年国勢調査での人口は16,528人であり、2000年からは2.6%増加した。軍庁所在地はウィネマッカである。ハンボルト軍は2000年に職務尋問による逮捕があった場所であり、その結果はヒーベルタイネバダ州第6司法地区裁判所事件で、 アメリカ合衆国最高裁判所が職務尋問はアメリカ合衆国憲法修正第4条に違反していないという判決を下した。ハンボルト軍はネバダ州最古の軍であり、ユタ準州時代の1856年に創設された。1861年にネバダ準州が創設された時の旧軍の一つでもあった。軍名はジョンシー・フレモントが ドイツ人自然科学者、旅行家、政治家だったフリードリヒ・ハインリヒ・アレクサンダー・フォン・フンボルト男爵に、ちなんで名付けたハンボルト側の名前から取られた。フンボルト男爵自身はその名前が付けられた、この場所を見たことがなかった。1861年に軍ができた時の軍長、所在地は、鉱山ブームに湧いた街のユニオンビルであり、 1873年に大陸横断鉄道が通っていたウイネマッカに移された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は9658平方マイルであり、この内陸地は9648平方マイル、水域は10平方マイルで、水域率は0.10%である。サンタローザ山脈が軍の東部を走っている。 ブラックロック砂漠以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ビネマッカが軍内唯一の法人化された都市である。マクダーミットは唯一の国勢調査指定地域である。その都未編入領域には以下の町がある。ハンボルト軍教育学区が軍内の公共教育を管轄している。ありがとうございます。